こんにちは。朝日鍼灸整骨院の澤です。今日はですね、今の時期だからこそできる夏を上手に過ごすための方法についてお話をさせてもらいます。夏になると、まあどうしてもこう夏バテをしてしまうとか、あの熱中症になってしまわないか心配っていう方のお話をよく聞きます。で、夏場にこうしんどくなってしまったりとか熱中症になってしまったりっていうのは、その時にいきなり起こるんじゃなくて、こう前々からそういう風になってしまう体の状態になってしまっています。どういうことかっていうと、あの夏場にうまく体から汗が出ないと体の調子を崩してしまったりとか、まあ、熱中症になってしまう可能性があります。じゃあどうすれば夏場にこううまく汗が出てうまく過ごすことができるようになるのかっていうと、今の時期ですね、初夏からあの梅雨に入るぐらいの時期からちゃんとしっかりと体の外にこう汗が出るような状態を作っておいてあげるっていうことが大事になります。どうしてもあの今の世の中だと、あのどこに行ってもこうちょっと暑くなったらもう冷房が入っていたりとか、まあ、扇風機があったり、あの昔ほど暑さを感じることが少ない生活様式になっています。暑さをあんまり感じないっていうことは、あの体から汗が出ないっていうことにつながります。で、体から汗が出ないとこう体がこわばってしまう、体からうまく汗がかけないと体温の調節がうまくできないっていうことにつながりますので、今の初夏とかこう梅雨ぐらいの時期から汗をちゃんとかける体を作っておいてあげると、夏場にもちゃんとこう体から汗が出るので、必要以上にこう疲れたりとか、あの熱中症に恐れる必要はなくなります。で、またですね、あの今の時期汗を出して、まあ、夏場もしっかり汗を出せるといいんですけど、今の時期も汗が出ない、で夏場になっても汗が出ないっていう風になると、夏の疲れとか夏の不調をこう秋に引き継ぎやすくなってしまうので、やっぱり今の時期からちゃんと汗をかいてあげるっていうことが必要になってきます。ですので、夏場に体調を崩してしまわないか心配とか、熱中症になってしまわないか心配っていう方は、今の時期からしっかり汗をかくっていうことを心がけてもらえればいいかなと思います。それでは皆さん、また再来週お会いしましょう。さよなら。